日本鹿児島県鹿児島市平川町平川町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧谷山郡、谷山郷日向川村、谷山郡、谷山村大技、日向川、鹿児島郡、谷山町大技、日向川、谷山市、平川町。郵便番号は8910133。人口は4257人、世帯数は1971世帯。鹿児島市の南部。 江ぼしだけ北六の五位の川流域に位置している。町域の北方には、下福本町、北方から西方にかけては七津島、南方には、木入瀬石市町、西方には、南九州七蘭町群、川辺町清水、川辺町の尾崎にそれぞれ接しており、南部では東方に、鹿児島湾に面している。鹿児島市外方面より、国道225号及び、 国道226号は、坂の上大地を通り、町域の北端部にある影現交差点にて、照国神社前交差点より重複してきた。国道225号と、国道226号はここで分岐し、国道225号は、川辺峠を経由し、南九州市方面に接続し、国道226号は、その後南下し、小井の駅付近より、下り坂となり、 産業道路南入口交差点で、鹿児島県道219号玉取り、挟ま鹿児島港線と交差する、伊ぶす方面に接続している。また、南部にある日向川交差点では、鹿児島県道23号、谷山知覧線が分岐し、南九州市方面に接続している。また、国道226号に沿って、伊ぶす枕崎線が通っており、町域内には北部に、 五位の駅、南部に、日向川駅がある。公共施設は、中央部に、鹿児島市日向川動物公園、近江湾公園が隣接して所在しているが、日向川動物公園は1972年に、鴨池にあった鴨池動物園が移転したものである。教育施設は北部に、鹿児島市立福平中学校、鹿児島市立福平小学校があり、南部に、 鹿児島市立日向は小学校、西部に鹿児島県立近郊湾高等学校、南西部には鹿児島医療技術専門学校がある。日向駅の北東部にある海の上地区の大地から縄文時代後期のイブスキ式土器が発掘されており、日向は黒岩遺跡と呼ばれる。他にも古屋敷や芝野において弥生時代の土器が出土している。日向という地名は江戸時代より見え、 薩摩国谷山郡、谷山郷のうちであった。村高は、三州五地西洋欄には430国余り、急行給料取調べ庁では710国余りであった。農村であった、日向川村には庄屋が置かれ、上福本村の麓に置かれていた児童カリアの管轄下となっていた。また、日向川には、海の監視を行う板所である野屋敷境、谷園県番所が設置されていた。 慶長元年と推定されている、島津忠長所藩領地目録に、谷山のうちの日向川村として記載されている。1879年には、日向川村に、古町役場が設置された。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、それまでの谷山号にあたる下福本村、上福本村、松崎町、塩谷村、和田村、日向川村、中村、 山田村、五ケベップ村の区域より、鹿児島郡、谷山村が成立した。それに伴って、それまでの日向村の区域は、谷山村の大技、日向となった。1892年に、福平小学校が現在地に開校し、1902年には日向人上小学校が開校した。1924年には谷山村が、 朝整志向市谷山町となり、1958年に谷山町が市政志向市谷山市となり、それまでの大座日向は谷山市の町、平川町となった。1967年に谷山市と鹿児島市が対等合併し、鹿児島市となった。それに伴って鹿児島市の町、平川町となった。1971年には、 鹿児島県立近港湾高等学校が平川町に設置された。1972年に鴨池動物園が周辺の市街地下による環境の悪化のため平川町に移転し鹿児島市日向川動物公園となった。1977年11月7日には平川町の一部が七つ島一丁目に分割され平川町地崎のこういう水面埋め立て地の一部が 平川町に編入された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。近郊湾公園鹿児島ま赤十字、病院私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。恋の駅、日向川駅、一般国道主要地方道一般県道九州、旅客鉄道いぶすき枕崎線。ありがとうございます。